豊富な資源が眠るこの谷では、1870年地方政府と地方開発会社が設置され、本格的な開発が始まっています。本国で生産された大量の物資は大型外輪蒸気船により白江の港に運び込まれ、地域住民の生活を豊かにするとともに、資源採掘を近代化していきました。白江からさらに上流文塚への航路も1871年に設定され、中型の帆船によって大量の物資が奥地へと運ばれていきました。周辺で産出される木材の搬出や加工もスタートし、加工のための工場は上流のグリースに設置されています。この加工工場へ物資を輸送するため、文塚とグリース、さらにその奥のブリークの間に初の鉄道が開業し、流域の奥地まで大量輸送が可能となりました。しかし大量輸送の恩恵を受けたのは流域の地域のみであり、奥地はまだまだ未開拓の状態です。そこで今回は奥地の開発への足がかりとして、まず谷の中に貨物輸送用の鉄道を建設していきます。また一部地域では旅客鉄道の建設も行いました。まず支流域への貨物鉄道の建設です。この地域には西から1の谷、2の谷、3の谷と呼ばれる長大な峡谷があります。この一番東側3の谷に鉄道を伸ばしていきます。3の谷の町グレヘンでは良質な穀物が産出され、これを沿岸に運ぶことが目的です。また途中の塩見には穀物の加工工場があり、ここで穀物の一部を製品に加工して、こちらも文塚港から出荷していくことが計画されています。最初に文塚港付近に接続用の線路を建設していきました。文塚港は市街地に近接していることから、市街地を避けるためスイッチバックの構造が採用されています。スイッチバックにより向きを南側に変えると、線路は一気に南下していき、狭い谷を潮見まで走っていきます。この支線は谷の名前を取って三の谷支線と名付けられました。文塚の南には鉄道工場も置かれ、整備等がこちらで行えるようになっています。三の谷は人口のかなり少ない地域となっています。文塚を出ると潮見まで周辺に大きな町は一切ありません。また川からも離れることから、途中での給水も困難な状況となっています。文塚を出発した蒸気機関車は給水をしない状態で潮見まで走り切る必要があります。しかし現在運行されている1型機関車では走破することができませんので、新たに水タンク容量の大きい2型機関車をイギリスから輸入し、これをグリースの鉄道工場で整備を行った上で導入しています。同じ理由により路線自体もグレヘンと潮見の間、潮見と文塚の間2系統に分かれることとなりましたので、それぞれに2型機関車が1台ずつ運び込まれています。鉄道が通ったことで潮見の加工工場は生産量を増加させ、これに伴い潮見周辺には労働者も集まり、人口の増加を招くこととなりました。この三の谷支線が開業したのと同じ頃、沿岸地域では蒸気船による初の旅客輸送も開始されています。旅客輸送といってもその規模は大変小さく、サービス提供範囲は白江周辺のみであり、高額な運賃も相まって利用者も一部の富裕層に限られています。しかしこの沿岸地域には富裕層が多く暮らしており、一定の需要はあることから、運行範囲は徐々に拡大され、最終的にはシタデルおよびバレンコの周辺まで拡大していきました。ところでバレンコのさらに東にはロークの町があります。ロークの町は結構大きく、白江周辺で2番目に人口の多い町となっています。このロークから白江まで馬車で通勤する役人も多く暮らしており、旅客輸送のニーズはありましたが、ここは地形の関係で桟橋を作ることが困難でした。そのためロークは近代旅客輸送の恩恵を受けることができなかったのですが、これを不服に思った有力者たちがロークと白江を結ぶ内陸輸送手段として独自に鉄道を建設することを計画しました。早速ロークの有力者たちは資金を出し合い、左岸鉄道会社を設立し、自前で資材を発注し建設をスタートさせていきました。旅客輸送だけでは採算が取れないことは明白であるため、貨物輸送も行います。また左岸鉄道の本社と整備基地はロークの隣バレンコに置かれることになりました。左岸鉄道はあくまで白江とローク間の移動を目的とする鉄道です。
そのため白井の駅は港ではなく市街地に近接する形で設置されています。白井ロークの両拠点駅のほかに中間駅として笹瀬駅とバレンコ駅がそれぞれ置かれました。笹瀬バレンコにはどちらも桟橋が置かれており旅客船の営業が行われていますから、必然的に鉄道と旅客船の間で競合する関係も生じることとなりました。左岸鉄道には1型機関車のマイナーチェンジ版1の2型が導入され、数両の貨車とたった2両の客車で営業を始めています。もちろん機関車を複数導入するような予算は持っていなかったので、列車はすべて金剛列車の形態が取られております。このような小さな規模の鉄道ですが、ロークの住民からは大変歓迎されております。富裕層だけでなく一般の人々も鉄道を利用し白へと移動する姿が見られるようになりました。こうして1873年初の旅客輸送が開始されるとともに、川沿いを離れて谷の中まで鉄道が延伸されるようになりました。谷への鉄道延伸の効果は大きく、加工工場の設置された塩見の町は人口がこれまでの3倍まで膨れ上がることとなりました。ところで1873年、川の奥地ブリークの町に新たな製鉄所を建設することが国によって決定されました。製鉄所を稼働させるためには原料となる石炭や鉄鉱石を輸送する必要があります。次回は製鉄所を稼働させるために鉱石輸送の鉄道の建設を行っていく計画となっていますので、次回の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではトランスポートフィーバー2の動画の他に鉄道模型や鉄道に関する動画をアップしています。この動画シリーズの第1回から視聴したい方は右下のサムネイルをクリックしてください。それではまた次回も動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。